皆様、こんばんは。私は愛犬家住宅を推進する株式会社セラフ榎本の社長の榎本です。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのリフォームがございましたら、ぜひお声掛けいただきますようよろしくお願いをいたします。今日は家犬マテリアの影山さんに、私たちの会社の愛犬家住宅展示ルームにお越しいただきました。影山さんの会社は大健工業のですね、商品を仕入れております。そして私どもの会社に販売をしているというところでございます。今日はですね、この心地技についてご説明をいただきたいと存じます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。家犬マテリアの影山です。じゃあ本日は大健さんのですね、心地技、こういう和紙でですねできてましてですね、今までの既存タイプというのは、既存のタイプではないですね、既存畳っていうのはこういう感じだったんですけども、うん、これ和紙でできてまして、うん、まあ、特に何がいいかと言いますと、はい、まずこう色がこう2色でですね、うん、編み込みができたりとかですね、いいですね。今畳出せなかったような色ですね、うん、それ以外にも何種類も色があるんですけども、うん、レンガの色だったりとかですね、うんうんうん、アクセントにできたりとかですね、非常にそれがこう良くていいですね。あとダニとかですね、うん、カビとかですね、うん、こういうのもなかなか発生しなくてです、耐久性もこうよく畳でですね、昔にちゃんとこう擦るとですね、イグサのこう粉とかすぐボロボロになっちゃうね、ボロボロになっちゃうってですね、昔怒られた経験私もあるんですけども、あるんですけどね。これはですね、耐久性3倍で、なおかつ和紙でできているため、そういうイグサのこういう粉がね出てこなくて、ワンちゃん猫ちゃんに関してもですね、そういうのもないということで、非常にやっぱ今までの畳の耐久性良くてですね、よくできております。でもし何か汚しちゃった場合もですね、これ拭いてもらったり、撥水性もありますので、汚れがこうついてもすぐ拭ける。でもし何かありましても、これ1枚だけ交換すればユニットみたいになってますので、裏側こうなってますので、1枚こう交換して、まあ、汚れちゃったなっていうことであればですね、これだけこう交換してもらえれば、また新たに新しい、畳に生まれ変わると。そういう機能もあるんですね。ありますよ、うん、ぜひともこういうのですね、うん、今の畳の上、なおかつこうクッションフロアの上とかにですね置いていただいてですね、こう和室の感じになるっていうのはちょっとアクセスいいかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのリフォームはセラフ榎本、セラフ榎本にご用命いただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。